しましょうか。それですね、シビゼスマス10周年で、92年から96年まで5年間スパスで、して参加してきました。当時静岡出身のメンバーが、地元のメンバーで優勝したそうです。これはトランプという気持ちでして、嬉しいです。そして、優勝を目指していたんですけど、準優勝史上最高の96年に優勝して喜んだと思います。で、スパスといえばサポーターですね。本当に日本代表で選手とサポーターと一体感で、本当に日本の選手として試合が時間を過ごせました。今日、スパスはサポーターの試合ですけど、いい試合を期待しています。で、シーズンスパスの OB として、今後スパスがみんなから愛されて、そして強い試合になるように思っています。期待しています。伊藤ホリオリンの市川大祐です。この素晴らしい賞をいただけたのが、素晴らしい監督、コーチ、スタッフ、選手、サポーターのおかげだと思います。これからが夢や希望を与えられるような素晴らしいチームであり続けてください。僕もエスパルスに負けないように元気に頑張っていきます。どうもありがとうございました。Thank you.